1月7日第6管区海上保安部備山瀬戸海上交通センターで運用管制官認定証書授与式が行われました。証書を授与されたのはタクの夏目さんと萩原美穂さんの2人で、松永英夫所長から国際基準に基づく認定証が手渡されました。今回証書を手渡された2人は管制官のスペシャリストを養成するために平成30年に初めて京都府舞鶴市に開設された海上保安学校管制課において2年間の管制課程を経て、備山瀬戸海上交通センターで2ヶ月半の危機操作や情報伝達訓練などを経験し、今日7日晴れて着任が認められ認定証が交付されたものです。引き続き記念撮影を行います。高校生の時に海上保安庁の方が管制課程1期が管制課程ができるというのを説明を聞いて、それで海の管制官に興味を持ち管制官になりたいと思いました。船に対し的確に情報提供することで海難を少なくできるようにこれから頑張っていきたいです。きっかけは英語を使った仕事に興味があり、管制官は英語を使う仕事であることと、そのもともと小さい頃から人を支える仕事に就きたいと思っていたので、管制官はそれにぴったりだなと思い管制官を志望しました。これからの抱負は、人を支える仕事として船舶を運航する方々に安全に備山瀬戸を通ってもらえるような情報提供を行える管制官になりたいと思います。この制度に対しての期待はどのようなものでしょうか。はい、船舶がですね、どんどん大型化、そして高速化、そして船の運航自体も高度化されてきております。そういう船舶交通の環境がどんどん変化してきている中で、やはり専門的な運用管制官というのも必要となってきています。今回海上保安学校に運用管制課程としてその専門の職員を育成するコースが新たにできました。これは今後の運用管制官のですね、スキルがどんどん上がっていくということにつながりますので、非常に期待しているところでございます。今回若いお二人に期待することは何でしょう。はい、ようやく今回の彼女たち2名ですけれど、スタートラインに立つことができました。これからどんどんスキルを磨いていってですね、レベルをアップ、レベル上げていただいて、いい海上保安官、そして運用管制官を目指して、いただきたいということで期待している ところでございます。現在日本全国には7つの海上交通センターがありますが、備山瀬戸は東西に長く船舶の通行量も1日500隻あり、海上交通の要衝と言われています。重要な任務を担うとあって、お二人とも気持ちを新たにしていました。